爽やかな風がピッチを通り抜けていきます。フットボールファンの皆さん、こんにちは、ジョン・カビラです。解説には中西哲夫さんをお迎えしています。中西さん、よろしくお願いします。どうもこんにちは、よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。これが本日の対戦カードです。プレスをかけます。ヘッドでつないで、キラーパスになるのか。走り込んできた。フリーにさせてはいけない。中へ上げた。エリアに虹をかけます。中へ放り込む。エクセレントゴール。さあ、もう一度見てみましょう。ヘッドでつないで、ここで折り返す。ボールマウスに嫌われた。これは危ない。中へ上げる。中途半端なクリア。頭でつないで、ドリブルで上がる。折り返した。ここで前半終了。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。得点は1対0。さあ中西さん、ここまでの試合どうご覧になっていますか？そうですね、サイド攻撃をもっと意識してほしいですね。はい、どうもありがとうございます。それでは後半戦に期待しましょう。後半戦開始の笛です。
スローインです。抜かれた、クロス、キーパー真正面。おっと、足がかかった。交代した選手がサポーターの声援を受けています。中に絞ってきた、閉塞したフォーメーションを突き破るドリブル、必要にチェックを仕掛けます。動き出しが素早いです。ここで笛です。行き詰まる熱戦に決着がつきました。耐え抜いた末の貴重な1点で勝利を得ました。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか？はい、非常に見応えのある試合でした。はい、どうもありがとうございました。残念ですがこの辺でお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお送りいたしました。本日の解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。失礼しました。それではフットボールファンの皆さん、またお会いしましょう。さようなら。